はい、どうも、ストックさんの岩野です。今回はですね、クリニック集客のプロの川口さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。ストックさんではですね、提案のロールプレイングというのをやってまして、提案の様子が詳細に分かってありがたいっていうお声が多いので、クリニック集客の文脈で川口さんにもロールプレイングをしてもらいますという動画になります。実際に川口さんが商談されたお客様の事例をもとに、その商談をトレースする形で展開していこうかなと思ってます。実際の余計に対して、こういう提案を行いましたっていう商談っていうのは、大体こういうものでしたっていうのが明確に分かると思う。でこれを見てちょっと川口さんにも相談したいみたいな風になる方もめちゃくちゃいらっしゃると思うので、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。前提なんですけども、実際のお客さんの名前とかをそのまま出したりとかすると、今回で言うとクリニックなので証券とかも被ってまずいというところで、ちょっとずらした地域だったりとかクリニック名だったりとかではあるんですけど、そこはご了承ください。1個だけちょっとお伝えしておくと、僕コンサルタントの中でもクリニック特化なので、本当の商談だと専門用語、クリニック用語を使いまくったり、内容的にクリニックの人だと分かんない内容で話すんですけど、さすがにちょっと視聴者の方置いてきぼりになっちゃうんで少し平易な感じにしてるってところだけ言い訳させてください。了解しました。じゃあ早速ご提案させていただきます。今回美容クリニックのお客様の事例なんですが、マーケティングのご提案ということで、お客様がウェブサイトのリニューアルをご要望いただいたものに対して私からご提案させていただいたという形になります。はい、動画を見るの初めての方もいらっしゃると思いますので、私の紹介させていただきます。川口健作と申します。クリニックの支援実績は個人レベルで言うとトップクラスかなというふうには自負しています。累計80人以上ぐらいクリニックをご支援させていただいてまして、美容クリニック以外にも AGA の専門クリニックだったり、内科とか泌尿器とか整形とか眼科とかっていう保険のクリニックさんだったりとか、病床数が200床ぐらいあるような総合病院さんだったりとか、結構バラバラにまるっと支援してるっていうのが特徴でして、おかげさまで大手の支援実績もありまして、年商200億の支援実績も出てきたという感じになってます。ご支援のスコープですね、いわゆる僕ができる範囲としては、ホームページ作る、 SO やるとか、広告やるとか、 SNS やるとか、当然ウェブマーケットもできるんですが、どうやってこのクリニックって選ばれるんだろうっていう勝ち筋だったりとか、 DX だったりとか予約システムどうしたりだったりとか、開業の部分だったりとか、ちょっと踏み込んだご提案できるっていうのが私の特徴になってるかなというふうに思っています。早速本提案の内容になってきます。今回の要件ですが、いただいた言葉をそのまま記載させていただきました。ウェブサイトのリニューアルをしたいと、あと今1人しかないので単位展開をしたいと、結論が言うと店舗の詳細ページだったりとか、他店舗用にカスタマイズされたホームページを作りたいと、でせっかくならブランディングも再度やりたいというような話ですね。 SEO 対策もできたらいいなというところで、現状の売上は月に1000万ぐらいあるので、これをしっかり伸ばしていきたいというのがご要件でございました。今回ポイントで一番最初に挙げてくださった他人展開って実際周りはどうなってるのっていう世の中の話させていただきます。参考データとして、だいたいクリニックの展開数って、まず1院の壁、2院の壁、3院の壁がある、次10院の壁みたいなのがあったりするので、3から10院っていうのが一つの多店舗展開の規模感の目安になります。まず一番上の某 F クリニックさん7院展開で、これどういうメニューをやってるかっていうところを見ていただくと、推してるメニュートップ3がレーザー治療とピーリング治療とショートスレッドっていう治療なんですね。次の某 L クリニックさんですね、これが4院、ここが推してる治療がニードル RF 治療ですね、ポテンサっていう治療があるんですけど、レーザーの治療だったらボトックスですと。次が某 M クリニックで、これが5院展開で、趣向変わって二重ヒアルロン酸ボトックスと。最後某 S クリニック10院、眼瞼下垂、脂肪吸引、鼻中隔延長と。赤い文字になってるやつが看護師だけでできる施術、うん、それ以外のところで言うと侵襲を伴う、要は刺したりとか切ったりとかっていう医師じゃないとできない施術っていうような形になってきますと。大きく今回4院紹介したんですけど、 A グループと B グループに分かれます。要は看護師メニュー訴求型のクリニックですね、あとはドクター訴求型のクリニックっていうのが分かれますと、どっちのクリニックの方向性でいきますかっていうのをまず決めなきゃいけないと。先に結論から言うと A グループで僕は行くべきだと思ってるんですけど、それの理由がマーケティング戦略を何してるのかっていうのをちょっとそれぞれ全部出してみましたと。もう F クリニックと某 L クリニックと A グループに関しては、基本的に健在向けがディスティン広告とかメタ広告とかやってるんですけど、まず前提としてインスタグラムと YouTube、 あらゆる美容クリニックが皆さんやってるのであえて書いてないです。それ以外にどういう施策をやってるのかっていうのを全部書き出したんですが、 A グループはインスタグラムにリソースを全振りしてそうなんですね。一方で B グループの方を見ていただくと、某 M クリニックに関しては結構めちゃくちゃやってるんですよね。施策はアフリエとクリテオ、クリテオっていうのはですね、ちょっと補足すると EC によく使われる広告なんですけど、クリニックの場合って Google のリマーケティング広告が使えないので、こういうクリテオっていう媒体を使ってうまく抜け道でリマーケティングしたりするんですけど、 SEO のコンテンツマーケティングとか X とかメタとかやってますと。 S クリニックに関してもフリエットとかとマイクロソフトの広告やってますね。ディスティング、 DSP 広告、 X 広告、 SEO コンテンツマーケティング、メタ広告とかなり幅広くやってますと。特
特筆するべき点は、某 M クリニックに関しては認知度がめちゃくちゃ強いです。特に YouTube で再生数が伸びてて、指名検索が月間2万3000ぐらいありますと。 SEO でも正直 TCB に次ぐぐらいの上位表示を達成してるっていうのがここのクリニックになります。 S クリニックに関してはすごく業界的には有名なクリニックなんですよ。とある有名な学会の理事をされてて、関係者向けに本の出版をしまくってると。その上で SEO での圧倒的上位表示率なんですけど、どうしてもやっぱり SNS での認知はあまりうまくいってないので、指名検索は1200ぐらいっていう感じになってる。ここから言えることは、採用力っていうのがめちゃくちゃ鍵になってくるんですよ。具体的にはドクター訴求型になってきた時に、5院展開するってなると5人のドクターを立てなきゃいけないんですけど、そのドクターを訴求するドクターが採用できるか、 B グループ見ていただきたいんですけど、 B グループの場合って割と指名検索がめちゃくちゃ強いか、内部の権威性の高い学会に参加したりとか本出版しまくっててっていう内部向けに認知があるかって、どっちも認知があるんですね。再現性高くやるとなるとマーケティングコストもかかってきますし、人脈ゲームみたいなところも大きくなってくるので、再現性高い方法としては A グループのインスタグラムにリソース全振りしていくっていうところですね。ここであれば看護師のリクルートもある程度インスタグラムを使ったりとかすることによって獲得していくこともできるので、媒体を絞ることによってコストを抑えながらも多店舗展開を実現していくみたいなところが一つの筋なのかなというふうに思ってます。 B グループの黎明期に関しては彼らはどういうふうに伸ばしてきたんですか？それは属人的な YouTube だったりとかって感じなんですか？はい、こう M クリニックに関しては完全に YouTube ですと、うん、M クリニックはめちゃくちゃ分かりやすくて、失敗しない美容施術っていうコンセプトでやってるんですね。ちょっと打ちすぎてます。ホームページ見ていただくと、失敗しないためにするべきこととか、世の中の失敗事例とか悪徳業者を見破るみたいなので、 YouTube で理事長の方がガンガン訴求してて、動画数も1ヶ月に1本出てるとかそのレベルなんですけど、再生数が出て5、6万超えてるというような感じになってるので、その方のマンパワーで一気にいってると、故に認知度が上がって、採用にかなり効いてると。一方の S クリニックに関しては、これもともと歴史が長いんですよ。30年ぐらい、30年前だとやっぱり美容クリニックってそこまで多くない先駆者なので、うん、そもそも業界認知度が高い。逆に参考までいいな、はい、多分 A グループっていう結論で進められようとしてて、後で話あるかもしれないんですけども、インスタグラムっていうのが結局プロの目線からしてもいいんですかね？結論よくって、うん、なぜならば習慣と採用の両方に役割を持たせることができるからです、うんうんうん、一媒体でしかも制作コストも少なくて、タレントが喋りが上手くなくてもいけるっていう、ここがめちゃくちゃ重要なんです。本来的に YouTube の方が大爆発する可能性あるんですけど、結局タレント依存すると、そうなってくると脱俗人化っていう今回のプロジェクトからそもそもコンセプトずれするんで、ある程度喋れない方でも投稿だったりとかで工夫してやっていくっていう感じですね。店員が院長に俗人性が高いっていうのが課題っていうのはお伝えしてたんで、それも加味していただいてるっていう感じですかね。そうですそうです。今回の提案コンセプトは売り上げをシンプルに2倍にするってやり方によっては全然いけるんですよ。なんですけど、それだと経営としては盤石ではない、ドクターに俗人化しちゃうので、ではなくて看護師数の割合を増やしましょう、その上で売り上げアップして盤石な経営体制を構築しましょうっていうのが今回のポイントになってきます。もともとご要望してたのはウェブサイトのリニューアルなんですけど、ちょっとすみません広げさせていただきました。ウェブサイトのリニューアルだけじゃなくて、採用の専門サイトを作ったりとか、インスタグラムの新規アカウントですね、今既存の公式のアカウント走られてるんですけど、それ以外にちょっと新しいアカウントを立ち上げたいと思ってます。その他にキャンペーンメニューとかの立案だったりとかっていうところを援護射撃するっていうのが今回のご提案になってます。現状で月の例が1000万円1人ドクターメニュー中心っていうのが、時間軸でいうと2年ぐらいのイメージで、月平均例が2000万円の院あたりってなので、それが3院増加するので、結論月賞6000万、看護師施術メニューがただ 70% ぐらいを構成するっていうのがあるべき姿として描かせていただいているって形になってます。実際にウェブサイトのリニューアルをするって話は、もっとご要望いただいた内容かなと思ってます。ただリニューアルに意図を持たせた方がいいかなと思ってまして、ドクターのブランディングをまず消しましょうと。一般的にはドクターはどんどんブランディングしていくんですけど、中長期の目線で考えた時にブランディング消していきましょうって話と、看護師の施術メニューが SEO 上上がってないんですよ。具体的にはポテンザだったりハイフだったりとか、それをまず上げていきましょうと。その上でセールスライティング結構大事かなと思ってまして、今までのオンインの顧客って先生の名前を YouTube で知ったりとか Instagram で知ってっていう感じになってるんですよね。それが全く違う流入が入ってくるんで、その人たちを態度変容させるようなライティングが必要なんですね、うん、セールスライティングで売れるホームページにしましょうっていうのが結構肝かなと思ってます。先生のことを知らない新規の方が美容皮膚科メニューで増えてくるっていうのが狙ってる意図ですね。現場のオペレーションっていうのにも一部関係してくるって感じですかね。ホームページに書いてあったんだけどみたいなのをシェアしとかないと、ウェブ上と現場で言ってることは違うっていうのはかなりテンション下がるので、そこはしっかり統一しましょうって感じです。
ですね。あとは例えばお天道の役割はこうですとか、ショートスレッドの役割はこうですみたいな形で、美容のメニューってこれだけやっておけばいいという組み合わせでカバーしていくっていう考え方があるんで、例えば図解説明しますと、現場のセールストック使うんだったらそれもホームページに先に載せておくみたいな、現場のセールス資材とホームページの内容がリンクすると制約率が上がったりするよねみたいな、こういったようなところも細かい話ですけどありますね。2点あって、1つ目が脱ドクターブランディングって書いていただいている部分は、中長期で言うと当然やっていきたいっていう話なんですけど、短期的に見た時にちょっと下がるみたいな懸念ってないのかっていうのが1つ目です。結論から言うと、リスクはわずかにあるが、あまり心配しなくていいと思ってて、ホームページのメインの流入のキーワードが指名検索なんです。その指名検索が生まれるっていう背景は SNS で先生のこと知ってるから、単純に予約の通り道になってるわけなんですよ。いてもいなくてもあまり変わらなくないっていうのが結論になります。ある程度超小綺麗なサイトだったとしたら、予約するために検索してるっていうイメージであってるんですかね。そうです。なるほどなるほど。2つ目がちょっと求めすぎかもしれないんですけども、セールスライティングってよく聞くんですけども、具体的にどういうのって言った時にあんまり出てこない方も多くて、具体的にどういうのとかってざっくり言えたりしますか？実は今回のご提案の肝なんですけど、コンセプトワークっていうのがまずやるんですね。もう一回後で詳細に説明しますが、要はみんなでキャッチコピー作ろうみたいな感じの捉え方でお願いします。その上で勝ち筋っていうのを作るんですよ。これがめちゃくちゃ大事でして、勝ち筋って何かっていうと、同じポテンザを提供してるクリニックがあるじゃないですか。どっちを選ぶってなった時に、価格じゃなくってあなたのことを選ぶ理由ってどうやって作りますっていうのが、これがセールストークになるんですよ。具体的にちょっと見ていただきたいのが、4つの段階があって、1段階目でいろんな、例えば薄毛治療を提供してるクリニックって形態があります。専門クリニックとオンラインと皮膚科と植毛みたいな、この中で専門クリニックが一番いいよねってポジショントークを作る。その上で2段階目に専門クリニックいっぱいあるじゃないですか。その中からさらに絞り込むようなポジショントークを作るんです。今回の場合で言うと、クリニックの規模が1院だと症例が少ないし、多店舗展開すぎると1ドクターあたりの症例が少なくなっちゃうから2院から5院が最適ですみたいな、こういったポジショントークを作ってる。3段階目にさらに、とはいえ2院から5院ぐらいのクリニックがたくさんあるんで、その中でも何かしらを絞り込みをしたいっていうところで部位の特化治療がありますみたいな、これで3段階目なんですが、4段階目になってくると、大体3院ぐらいで一騎打ちになるんですよ。ってなったらもう最後、最先端の再生医療をちょっと突っ込んで、どう考えても僕らがこのトークだったら選ばれるよねっていうような勝ち筋を作る。こういうのをセールスロジックっていうふうに僕ら呼んだりするんですけど、実際にこういう人たちが来た時にどういうトークをしたらあなたのクリニック選ばれますかっていうのを一回全部書くんですよ。どう考えてもあなたにとってうちが最適ですよねみたいな筋を作ると、それぞれのセールスライティングに反映されてくる。実際効果あるんですか？結論あるっす、何があるかっていうと、制約率が上がりますね。現場のトークスクリプトにも使えるっていう話ですかね。ウェブ上でもどこでもっていう話ですよね。そうです、そうです。その時にポジショントークをするためのポジショニングっていうのはすごい大事で、それが世の中的に求められてるかどうかっていうのがめっちゃ重要ですと。求められてるポジションを作るための作業がコンセプトワークなんですね。コンセプトワークっていうのがポストイットバーッと貼ったりとかして、世の中の不安とか不満をバーッと書き出して、こういうところに不満があるんだね、だったら僕らはこういうポジションを取るとこの不満を全部なぎ倒すことができるよねみたいな、ボーリングの一番ピンを探すような作業もコンセプトワークでしたりするんですけど、それを作った上で勝ち筋を作っていくっていうのが基本的な初期設計なんですね。それがホームページとかインスタグラムに全部反映されていく。サイトのリニューアル頼んだのにポジションの話してくれるんですね結局選ばれる理由がないまま走るからマーケティングって失敗するんで、とあるクリニックさんは A さんと B さんが打つポテンシャル効果が違うから、私たちは教育制度に力をかけてますってポジションを取ってる。それが本院だったらどういうポジションを取ったらさっきみたいなセールストークができるのかっていうのがすごく大事な勝ち筋になってきます、例えば待合室とか施術の部屋とかもストレスをゼロにするみたいなコンセプトはありえるっちゃありえるみたいな感じですね。あります。その代わり価格は高いですよみたいな、セレブ層向けのクリニックでございますみたいなところもありえるってことですね。全く逆で言ったら、もう受付の数も極限まで減らして、全部釣り線機も DX にして間接コストゼロにしてます、っていうようにして価格に転嫁するっていう作戦もあります、待ち時間が短いとか。理解しました。今のがサイトのリニューアルって話なんですが、もう一方で採用のサイト施策っていうのはやっぱり大事だと思ってて、看護師施術割合を増やすために看護師必要じゃないですか。強い看護師に働いてもらえたわけですよね。ってなった時にやっぱり看護師ってどうしても給与面で動いちゃうんですよね。それをそうじゃなくて理念でついてくるような看護師とかドクターの採用ってしていかないと内部崩壊していっちゃうと、そこの前の湘南さんなんですよ。湘南美容さんはそこまで行ってるっていうのは理念経営だからですね。
理念経営を体現するためにもその理念をちゃんと表すホームページが必要で、とはいえそれをお客さん向けのホームページでやっててもやかましいわってなっちゃうんで、ちゃんとそれを表現できるような箱を作りましょうと。それが採用サイトになります。それができると今まで仲介会社に手数料払って獲得してたやつが、いろんなインディードだったりとか無料の媒体があるので、そういったもので獲得効率が上がってくると。あとはインスタグラムとか X とかっていう SNS いろいろこれから頑張るんですけど、それの採用の受け皿になるっていうところになるので、2位3位展開するときにダッツドクターっていうところの人材獲得のための必須条件としてこういう受け皿は必要なのかなっていうところですね。トッピーなアイディアかもしれないんですけども、採用サイトをインスタグラムで代用するとかってどうなんですか？ありだとは思うんですが、技術的に決定的に欠如してる部分もあって、 Google の検索結果に乗り詰めたことです。ウェブサイトだと Google の検索結果にちょっと特別枠みたいなのがあって、採用の、それに実装できるようなテクニックがあるんですけど、それが使えなくなるので、そもそもウェブ検索とかインスタとかっていろんな面に出せる機械損失をしちゃうっていうのはちょっとあります。ただやらないよりは全然やった方がいいです。すごくナイスアイデアだと。どっちが優先かっていうと、いろんな出目に出せるサイト制作ので採用する上で別にそこに予算かけていいっていうんだったら、インスタグラムもアドオンで採用目的のものを立ち上げたらそれはいいよねみたいな感じですかね。そうです。優先のデータはあくまでこっちっていう。おっしゃる通りです、あとは結局いくらで何集まるのって話なんで、ドクターだと数百万前半かかっちゃうってところが、これで採用できたら一発でペイなんで、そういう意味では早い方がいいよねっていうことですね、あとは新規のインスタグラムのアカウント作りましょうってところ、前提としては公式のアカウントしかないんですけど、それを看護施設に特化したアカウントっていうのを作るっていう提案になります。シンプルに看護師施設割合を増やしたいって話と、あと採用です。看護師の方がメンターがいないとか指導者がいないっていう問題が結構あって、採用に不利っていうのがあったりするので、看護師施設に関して技術力だったりとかこだわりっていうのをアピールしていくことが、患者さんにとっても求職者にとっても両方いいっていうような形です。インスタグラム結構ストーリーとか使うとキャンペーン使って枠がキャンセルになっちゃったりとかした時に埋めやすかったりするので、今月満たせになりそうってなった時にインスタグラムでブーストすると事業規約達成しやすくなるっていうようなところで、媒体としては重要かなと思います。あとはその他にちょっといろいろご提案したいんですけど、例えばキャンペーン施策で空き枠のコントロールをキャンペーンでしか埋めてったりとか、どうしてもこの美容クリニックっていうのは空き枠かける単価っていうのが上限の決める上での変数になってしまうので、そうじゃなくてロイヤルカスタマーに物販コントロールしてキャンペーンするとか、そういったことをすることによって枠と単価の上限を撤廃していくっていうようなイメージですね。メニュー施策でセット商品を作ったりとか年間の治療計画を作るっていうのは現場のセールストークと合わせてすごく重要になってくるので、そのあたりもどういうメニューで組み合わせで提案していくかっていうのを一緒に考えて作っていくと。あとはちょっとここは出しゃばりすぎかなとも感じるんですが、人事策結局マーケティングと連動させた方がいいよねって話があります。看護師のアカウント作るって言っても投稿に対してモチベーション作るっていうところで SNS への行動量っていうのが評価にちゃんと跳ね返るような人事評価を作ってあげたりとか、採用とかも独自の採用の仕組みだったりとかを作って単位さんと差別化して採用広報に生かすって話ですよね。採用サイトを載せたりとかすることによって話題性を作ったりと、こういったところはやっぱり必要になっていくかなと思うので、マーケティング観点でもちょっとやっぱ人事っていうところは少し手こ入れさせていただきたいなと思ってるって感じですね。詳細を聞き出すとめっちゃ細かい話とかしちゃいそうなんで一旦ありがとうございます、ホームページを人で推してるってところをいかに人に依存しないキャッチコピーを作るかっていうのが大事になってくるので、キャッチコピーを作る上でさっき言ったポジションをトークするためのコンセプトワークですねっていうのをやるっていうのは、あらゆる施策を連動させるっていう意味ではめちゃくちゃ重要かなというふうに思ってるっていうことですね。何をしますかって話なんですが、大きく3本の柱がありまして、ウェブのコンサルティングサービスをやらせてくださいと、2つ目にサイトを作らせてくださいと、3つ目にインスタグラムを立ち上げてそこから運用させてくださいと。インスタグラムに関してはゆくゆくオンインでインハウスで運用してもらえるような形で移行したいなというふうに思ってますと。ウェブのコンサルティングに関しては勝ち筋作るっていうのが一番メインなんですが、その上で実際毎月打ち合わせをして試したトゥードゥがうまくいったうまくいかないっていうのを、その中にはさっき言ったキャンペーン施策だったりとか人事の話だったりとかロイヤルカスタマーの施策だったりとか、そういったのがいろいろ入ってくる形です。単位さんでうまくいった事例をまずは最初に取り入れさせていただいて、エリア柄とか顧客柄でハマるハマらないっていうのもあると思うので、それをしっかり PDCA 回していくと。コンセプトワークっていうところに関しては先ほどご説明した通りです。ホームページについては先にも総合金額だけお伝えすると結構予算かけるような提案になってまして、合計600万円です。内訳が公式のページと採用のページですね。公式のページに関しては大体350万円ぐらい、採用のページに関しては250万円ぐらい。コンセプトワークやった後に中間整理をしていきます。でインスタグラムに関しては立ち上げの部分初期35万円頂戴してまして、2ヶ月目以降は40万円を頂戴するという形ですと。現状のホームページのサイトマップが看護師施設が上位表示するような構造になってないっていうのと、コンセプトをしっかり作った上で悩みだったりとかメニューってところがしっかり上位表示するような構造に作り変えていきます。ページ数もがっつり増えます。要件定義とデザイン作ってコーディングしてという形で300、税抜きで50万円になってます。
します。リニューアルについては求人応募みたいなところを入れ込むようなシステムを入れたりするので、それも含めて265万円くらいの金額化になってくるかなと思っています。インスタグラムに関してはボリュームによって金額の上限あるんですが、最初の立ち上げは35万円で固定なんですけれども、ライトに支援するだったら20万円、普通に支援するだったら40万円、がっつり支援するだったら60万円という形になってまして、月にフィードの投稿10本ぐらい、ストーリーズの投稿を20本ぐらい作るっていうようなボリューム感ですね。スケジュールなんですけれども、1年間で計画を立てさせていただいてますと。ウェブのコンサルタントの話で言うと、さっき言ったコンセプトワークを作ったりとか KGI とか KPI 作って、その他設計をして2ヶ月目以降 PDC を回していきましょうと。ホームページに関しては公式サイトも採用サイトも合わせて大体5ヶ月ぐらいで公開できるような見込みになります。リニューアルの効果を感じられるのは半年目以降っていうイメージになってます。 Instagram に関しては初期の設計を最初の1ヶ月でして、3ヶ月僕らが運用して、その後に3ヶ月かけてスタッフの方に譲り渡していくようなイメージになっております。7ヶ月目8ヶ月目ぐらいからは基本的にはオンインで動いてもらって、僕らで施策を提案しながら軌道修正していくみたいな形のコミュニケーションになっていて、1年後に大体もう全てが整うようになります。予算はホームページがですね、1年間で約1200万円の投資、年間1200万円投資しましょうという話なんですが、2年目から3年目にかけて毎月あらりが1000万円に純増して、3位に増加するところの基盤作りができるっていうのが冒頭申し上げたところの未来になってくるかなと思っています。オンインと似てるような GNG のところで、メンズ向けの美容クリニックなんですけど、1位から3位まで拡大して月商が1000万ぐらいまでいった事例、同じようにコンセプトワークやってサイトリニューアルやって各種 SNS 走らせて SEO もやったんですけど、プレスリリース打ったりしました。もう一つが美容皮膚科だけですね。ほぼ看護師実割合が 100% に近いような業態で、1院から支援開始させていただいて拡大移転しておりまして、月商前後合計で5000万ほどで、ホームページ作ったりウェブコンサルしたり各種のコンテンツ制作支援させたというような事例がございます。今回は結論1200万円投資いただいて、2000万 ×3 院看護師実メインで作っていくということになります。金額的にはちょっと割高感は感じるものの、私の解釈で言うと、2人ウェブマーケティングができる人を雇うと、しかも川口さんのレベル感でって考えると、めちゃくちゃ安いなっていう風な、サイトリニューアルしてほしいっていうのに対して、こんぐらいのボリュームで出してきてくれたのが川口さんのところだけだったので、そういう意味で言うと割高に感じるけど、提案内容からすると割安い感じるのが所感でございます。一点だけやることに関して懸念だったのが、コンサルティングの内容ですね。サイト制作中とかって割とコミュニケーションとかも発生すると思うんですけど、インスタグラムオンリーのタイミングになった時って、インスタだけの運用なのにコンサルも発生するんじゃないっていう懸念がちょっと生じたんですけど、それはどうですか？結論まずそれは違います。最初に KGI、KPI 決めるじゃないですか。1000万か2000万いくまでに、7ヶ月目、8ヶ月目に1500万ぐらい行ってなきゃってなった時に、1200万円ですと。あと300万円どうやって作るんだ、インスタじゃ絶対無理だってなったら、別の施策やんなきゃいけないじゃないですか。っていうのをひねり出すのもコンサルティングの内容なんですね。例えば、なんと代わりみたいなのを作ってしまって、既存の LINE アカウントに流したりとか、物販が欠品してますみたいな形で、お知らせメッセージを作って既存のロイヤルカスタマーに流すとか、何が何でも達成するっていうところでやっていくっていうのがコンサルティングのスコープになります。追加で別の施策って出していただいた場合、それに関しては費用もかかるってことですよね。かかるものとかからないものがあって、キャンペーン施策とかはアイディアなんで、いただいてるコンサルティングで価値を出させていただく。どうしてもそれでも達成できないってなったら、広告回すしかないんですよ、とかインフルエンサーお願いするしかないってなったら、そこの原価分はさすがにとか、広告回す人件費分はさすがにお願いしますっていうのは相談します。他にあり得るような例っていうのは何個かピックアップしてご協力いただけると嬉しいなっていうのがあります。やばくなった時の追加施策みたいな意味ですね。もう一つが、インスタが立ち上がりきらなかった時のインスタ内の地道な施策というか、どういうのがあるのかなみたいなのが気になりました。バックアッププランとしては、影響力のある人に影響力をお借りするのが早いんですね。私の方で美容のインフルエンサーさんのつながりがあるので、今節丁寧に付き合ってきたあれを使わさせていただいてバックアップするというのが1つ目。2つ目は、弊社の方で美容専門の YouTube チャンネルがあるんです。 LINE のリストが3万人ぐらいありますと。整形からレーザー治療から美容のクリニックに関して興味あるユーザーのリストがあるので、そこに対してウルトラ C でキャンペーン流したりとかするってこともできます。やるかやらないかエイヤで決めるみたいな感覚ではいてて、何が起きるか分かんないじゃないですか。それに対して防御策だったりとか、ここは絶対攻めた方がいいみたいなのをチューニングするのがコンサルティングの役割っていう風に認識してるんで、それ合ってます。合ってます。絶対やらない方がいい負け筋は全部まずカットした上で、優先順位決めるっていうのは僕の役割なんで、とはいえ割とモリモリじゃないですか。他のお客様で多い話で言うと、どっちしろコンセプトワークをやんないとこれからクリニックが伸びる勝ち筋が見えないから、コンセプトワークだけやってみて、その働き具合を見て追加発注を検討するみたいなお客様正直多いです。それは全然私としては OK することは可能って感じです。ウェブコンサルティングの初月の45万円っていうのがほぼほぼコンセプトワークに工数としては使うので、まずはウェブコンサルティングを初月やってみて、その後の働きでお任せいただけるかっていうのをご判断いただくって形も全然 OK です。それでスピードが損なわれるとか本末転倒だと思うので、
こうしようかなと思います。ありがとうございます。結構モリモリですね、さすが。これでもだいぶ端折ってて、モリモリの時は先に動画で送るんですよね。めっちゃ出てくるんです、スプレッドシートの数字とか。これ受けるん大事っすね、うん、こんぐらいの流度のロープレを受けるめっちゃ大事だなと思いました。結構アドリブだったじゃないですか、うん、途中からもう。いやそれはごめんなさい、本当に忘れてたんで今日のこと質問自体もかなりアドリブだったんですけど、本当に真剣に考えたんです。意思決定の思考回路とかも本当で、他社の提案からしたら高いけど、これをできる業者に改めてその予見で発注するとか、自分たちで雇うって考えると激安じゃんって思ったんですよ。提案者側からするとそういう思考回路を持ち込んでいただくのがめっちゃ重要ですよね。マーケター2人分とかって換算してくれ始めるとありがたい。競合の他社とかって考えると僕らからするとありがたいですよ。費用対効果の話とかがもっと詰め出すと細かい話とかができると思う。それやってると長すぎるんで、僕が聞きたかったのは提案段階でどこまで勝ち筋っぽいやつを作っていくみたいなのを聞きたくて、ベンチマークアカウントとか調べ出すきりないじゃないですか。自分の事例を話すでフラッシュアイデアが割と刺さるんで、一番工数かけないパターン。調査って結構地獄で、調査会社が数千万取るようなところもあるわけじゃないですか、うん、そこは塩梅とかは難しそうだなと。お客さんがなりたい未来に対してどういう競合委員があるか、大枠の勝ち筋のところは定義しないと話自体が進まないから、確実に定義して進めようっていう感じですかね。 M クリニックとか S クリニックってあったんですけど、もうだよねみたいな、うん、分かってるねって感じになってくるっていう、うんうん、ちなみにこれ流してます。オーマイガー、オーマイガー、 P です、うん、P です。コンセプトと勝ち筋に関してはコミュニケーションの中で生まれてくるものなので、あんま意味ないんですよね、工数かけまくっても。それができるならチャット GPT でやったら誰でも儲けられるみたいになりますか。チャット GPT 聞くっていうか聞いてよって感じです。チャット GPT は役に立ってるかどうかで判断してっていう。まあ気づいたんですけど、うん、それが一つのコンサルティングを見極める基準かなと思いました、うん、知識は開演してくれるじゃないですか、チャット GPT、うんうん、僕らは知恵があるわけじゃないですか、離脱、うん、の時にどうするのかとか、そこに価値を感じていただきたいっていう。なるほどですね。社内のメンバーとか見ると思う、品質を管理してるわけですよ。やり直して猛省です前提となる議論の土台を作ってから、どこで知恵を出すのかっていうのを感じてもらうような商談と、最初から知恵全振りで勝負するパターンとっていうのがあって、僕は川口さんと同じである程度調査して進めるパターンだったので、非常に楽しく聞いて、ありがとうございます。必要性が理解された上でコンセプト作るところだけでも OK って言われたら、うんって言っちゃいます。コンセプトワークしてたら勝手にコミュニケーション弾んで、業界知識がどうとか、ビジネスリテラシーがどうとか、最後のところについて KPI ベースで語れるかとかって分かると思うので、それさえやれば勝手に上がるんじゃないですかね。コンセプトワークという武器を持ってるやつの優位性ですね、うん、そんなところでクリニックの習慣のご支援っていうのがめっちゃ得意なコンサルタントになりますので、概要欄のホームページから川口名と問い合わせいただければなと思います。一部条件はついてるんですけども、川口というコンサルタントを試食するっていうサービスも展開してたりするので、1ヶ月間やり取りに進めていただいて、ある程度アドバイスをもらって、あ、この人めっちゃコミュニケーション取りやすいとか知識に豊富だって思われた時に発注の意思決定をしていただくみたいな制度も設けてますので、月額でいうと40万以上ぐらい人件費のご予算がある方っていうのは試食っていう制度もありますので、そちらを申し込みいただいても構いませんというところで、お疲れ様でした。ありがとうございました。